羽生結弦、る。恩師がプロ初公演で見た母離れの覚悟、一人立ちの瞬間、ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。私が感無料で手を差し伸べたら、羽生も手を握ってくれました。羽生の手は男性の手ではないような柔らかい、優しい手でした。羽生結弦、る、27の恩師、鈴木翔一郎さん、84が、 そう語るプロとして初のアイスショーが11月4日に開幕し、大盛況のうちに2日間の横浜公演を終えた羽生。12月には八戸公演が控えるが、横浜公演同様、全国の映画館でライブビューイングが行われることも発表。ファンの熱狂は続きそうだ。小学2年生から高校時代まで羽生を指導していた鈴木さんは、担当の方が羽生から頼まれてと連絡をくれましてと初日の4日に招待された。 ショーでは羽生が事前のリクエスト募集の中にスパルタカスがありましたが、その振り付けをしてくださった鈴木先生が今日会場に来ています。というと、さあ前列に座る鈴木さんにスポットライトが。羽生がその席まで近寄り、二人は固い握手を交わした。鈴木さんは言う、ブラボー。進化したよ。と声をかけると、やったぞ。と、小さい頃によく見せた、照れくさそうだけれども、 ちょっと得意気な可愛い表情をしていました。鈴木さんは会場で羽生の家族にも挨拶をしようとしたというが、公演前に楽屋口に回ったんですが会えませんでした。本人もご家族も準備でバタバタしていたのでしょう。90分休みなしのワンマンショーは大変だったと思います。大成功でスタートした羽生の第二の人生を鈴木さんはこう見る。今回のショーもご両親やお姉さんが来て支えていらっしゃったんだと思いますが、 これまでも家族が羽生を支えてきました。でも、プロになったこれからは羽生が家族を支えていく部分もあるんじゃないかと思います。彼は家族の深い愛情を受けて育っていますから、ご両親への感謝の気持ちをいろいろな形で表していくんじゃないかな。今回のショーは、彼の独り立ちの瞬間でもあったのかもしれませんね。本誌は羽生の母離れを思わせる瞬間を目撃している。ショー初日の4日に羽生が会場入りする際、 母親らしき女性と別々の車で現れたのだ。常に羽生に付き添ってきた。母親とわざわざ別の車に乗るのは珍しい。自立心の現れなのか。フィギュア関係者は言う、ご家族の中でも羽生さんとお母さんの絆は強い。17歳でカナダに拠点を移した時、お母さんも一緒に行って、身の回りのサポートをし続けました。プロになった今。 お母さんに楽をさせたいという気持ちはあるかもしれません。5日の夕方、公演を終えて仙台へ帰る羽生の姿が東京駅にあった。イベント関係者によれば、羽生さんは遠方でも家族の運転で車移動することが多いというから、新幹線移動も母らの負担を減らすための選択なのかもしれない。東京駅を歩く羽生のそばには母の姿もあったが、先に歩を進める羽生は、以前より胸板が厚くたくましく見えた。 まるで家族を引っ張る覚悟を示しているようにいい。女性自身、2022年11月29日、12月六日合併号、羽生さんのご家族の話はもうやめて、盗み取りもやめてほしい。羽生さんの活躍の裏には、ご家族の長期にわたる支え、献身があるのはもう知っている、並ならぬものがあったと思うが、親心とも思う、表に出てこない方々なので、さして、そっとしてあげてほしい。鈴木先生は良かったですね。さあ前列のご招待。 ハニューさんらしい、今も現役でご指導されているそうですが、プロローグの次の日は一日嬉しそうで張り切っておられたそう。自慢のマナ弟子の新たなスケートへの角でお祝いできて本当に良かった。絆の強さに感動です。ハニューさんほどのプロのアスリートであれば、マネージャー、はじめチームがあって当然だと思うが、母親のみのサポートは気を使うのが煩わしいからか、会社で言えば社長のような立場になる。 今後活動を海外へも広げてより活躍するならば良いパートナーたちに出会ってチームを結成するのが良いと思う。羽生さんが恩師やご家族から温かい愛情に包まれて新しい道を切り開いていることが伺えますね。親離れだの独り立ちだのとくだらないことで貶めようとする人よりはるかに違う世界で生きている羽生さん。こういう記事が出れば出るほど羽生さんを応援する人たちは結束を固めるでしょうし。 ご家族との関係も今まで以上に強く結ばれていくと信じています。お母様も健康に気をつけて、羽生さんをサポートしていってください。11月4日の横浜アリーナの、プロローグは本当に素晴らしかった。見に行ったけど、あの異様な雰囲気は3個以上だったな。お母さんと二人三脚でずっとやってきたけど、今回は単独みたいやったね。いつもの定番。生命今回は4回転2発にトリプルアクセル3連発。 これは競技会を思わす迫力塗装の完璧さは鳥肌が立つほど素晴らしかった。今日のこの日のために日々努力と練習を重ねてきたのがしっかりと伝わってくる。チェンジではシャミの生演奏を取り入れて津がシャミ線の吉田兄弟とのコラボは本当にショータイム。リクエストでは16年から17のシーズンの SP のレッツゴークレイジーを披露。さらにアンコールでは14年のソチゴリンで金メダルを取った。 パリの散歩道、単独アイスショーは3個よりも確実に進歩しているのがすごい。必ず東日本大震災の映像をバックに忘れずにそれを思う姿は素晴らしい。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろしくおね